はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日もね、こちらあの H&H さん対アポロさんの、フレンド対戦から、動画をね、お送りしていきたいというふうに思うんですけども、本日見ていくのはタンゴホール11のアタックになりますね。スーサイドラバルになります。でこのスーサイドラバルって、どういう戦術かというと、簡単に言えば、ヒーローパートで天敵を処理しながらルートを作っていって、出来上がったルートに、ラバルを回していく。本当そんなような感じですね。で今回のこの、1本目ワイドさんっていうのかな、ちょっと名前の読み方が違ったら申し訳ないんですけども、簡単に解説をすると、ここまずヒーローパートでガツッと削ります。当然この辺まで含めてこう削っていくんですけども、削っていって残りの、この L 字をラバルを回していくという格好ですね。で、今回のこの会長さんの、配置見ていくと、結構このタウンホール周りっていうのがね、あの壁のみのエリアが多くあって、わりかしなんていうのかな、ここの区画を削ってしまえば、タウンホールらへんね削ってしまえばルートが作りやすいような、そんなような特徴のある配置になっていますね。なのでしっかりと、フリーズからのウォールブレーカーで壁を分けて、アーチャークイーン1体でどんどん、突き進んでいきながら、インフェルノタワーだったりとか、あとはここにあるこのエアスイーパーもかな、この辺までこう見えていると思うんですけども、壊していきますね。で、まずボマーを出してからラバルを全開する。この流れはうまいですね。もう一つはここで、クイーンでね、相手の防衛軍処理したかったんですけども、しきれなかった時、このボマーの中に入っているライドラが結構いい仕事をして相手の防衛軍を倒してくれます。これうっかりねラバルから入れちゃったりなんかして、ボマを遠くに出しちゃうと、防衛軍のドラゴンにね、味方が全部やられちゃうなんていうことが、起こりかねないんですけども、そういう風にしないようにしっかりね、ボマで、サイドカットもしながら相手の防衛軍の破壊も見ていくという、この辺の役割分担を見事ですね。で、バルーンたちは束になってどんどん回っていきながら、最終区画に到達するところでトームを使うのかな。ただこれトーム多分使わなくてもいっちゃいましたね。イーストの呪文と、あとはもうバルーンのこの数で全然押し切れちゃってますんで、もう最後グランドボーデンが自分がね対空砲にやられそうだったんで、トーム使っちゃえっていうところで多分使ったんでしょうけど、もうこれだけの一応カンストレベルだと思うんですよね、今度会長さんの村も。これに対して、こんだけしっかりルートが作れれば、ラバルを回してしまうというところが本当このスーサイドラバルの怖いところですね。さてちょっともう一回ねこのアタック見ていきたいと思います。で今日は3本立てになります。この2本目がこの、再リプレイなんですけども、この2回目のアタックね。でもう1本っていうのは同じワイトさんのアタックなんですけども、ちょっとスーサイドラバルミスったアタックがあります。これねどこが問題でミスったのかってところを、ちょっとね3本目は見ていきたいというふうに思いますので、もうちょっとねお付き合いくだされば、幸いです。で、バーバリアンキングでしっかりカットをしていきますね。で今ウォールブレーカー1個出して、壁の近くの小爆弾を確認しました。こういう細かいとこもうまいですね。で、ウォールブレーカー3体できっちりと壁に穴を開けて、でバーバリアンキングで広めにこの、穴を開けたこの周りですね、ここカットしてます。これを見事ですね。この周りがこう全然ないので、アーチャークイーンは必ずこう壁の中に入るというルートが出来上がってますね。先日別の動画でも出しましたけど、バーバリアンキングのサイドカットって本当優秀なんで、ぜひね皆さん使いどころを間違えずに使ってもらえれば何よりも優秀な仕事をします、サイドカット要員としてね。で、この後はボマーの展開ですね。星を確実に1個確保して、星1で終わらないような、プランになってますね。この二星延長っていうの考え方もうまいですよね。でボマー、これサイドカットの仕事をしてるって言いましたけども、この辺のクロスボウとかをカットすることによって、これから出していくラバルがばらけずにしっかりと、この辺のラインを進んでいけるようになりますね。こういう感じでこういう風なルートですね。こういうルートを進んでいける。あれボマーなかったら多分この辺でバルーンがばらけたと思いますね。
で、次ですうまいポイントがここ、相手のアーチャークイーンのところでスケルトンの呪文プラスレイジ打ってますよね。こうすることによって、ラバパピーもこう混じって相手のアーチャークイーン瞬殺しました。でこれがね、あの最近の、環境におけるスーサイドラバルを、まあ、強くしている要因です。当然ね、ヘイストの呪文っていうのも、まあ、タウンホール12においてはレベルが上がって強くなってるんですけども、何よりもスケルトンですね。スケルトンが盾持つようになったんですよ、6月のアップデートで。でそれによって、1回の攻撃ではやられなくなったので、アーチャークイーンと相対した時にアーチャークイーンがなかなかスケルトン処理しきれなくなってるんですね。でそれをうまく利用して、そもそもレイジスケルトンっていうので、アーチャークイーンを単体処理できたところに、かつそのスケルトンのパワーアップ効果も乗っけてね、うまく処理してこういう感じで全開取っていくというね、このワイトさんのすごい綺麗なスーサイドラバル、ぜひぜひ、ね、皆さん真似してもらえたらというふうに思うんですけども、はい。で、最後はこちらですね。まあ、そんなワイトさんでもね、ミスすることがあるんだなということで、ちょっとこの動画最後にご覧いただきたいと思うんですけども、これもスーサイドラバルです。で、相手のアーチャークイーン、ここにいますよね。こいつはキングでしっかり目の前をカットしてから後ろから出したアーチャークイーンで処理していくと。で、呪文見てもらうと、クローン2発持っていってますね。プラス突撃艦なんで、これは、赤錦式をやっていくというのが見えてくると思うんですけども、二次方向、注目してもらいたいんですが、ここから、突撃艦を出していって、レイジとあとクローンの呪文で一気にライドラとバルーンを増やしていきたいとこだったんですが、なんとギリギリ乗っからずにこのエアスイーパーに押し出されて、ライドラバルーンがクローンの呪文の枠内に入んなかったっていうね、これ大トラブルが起こっちゃいました。おそらくね、このライドラとバルーンを増やしてこの辺まで、まあ、全部ね、バルーンプラス、レイジで壊していこうっていう考えだったと思うんですけども、ちょっとその目論みが外れましたね。まあ、ただ最後までこう諦めないでね、攻めていってるんで結構破壊率は進むんですが、あともう一個ね、今ここ、相手のドラゴンをね、これパピーとポイズンでこう処理してるっていう、まあ、これがねちょっと驚きました。こんな感じでドラゴン倒せるんだなと思って。ただやっぱりね、最後まで残ってしまったのがここですね、この部分の深く、イーグル砲の衝撃波とあとマルチ IT の、マルチダメージによってだいぶね、バルーンが落とされてしまって、残念ながら、まあ、前回までは伸びなかったというところですね。ただ本当ね、この赤錦が失敗した後のそのラバルの回し方もすごいうまいですよね。なんでここだけ残っているものの他は全部壊せているっていう、まあ、なんであれですね、クローンの呪文にしっかりとバルーンが乗っかりさえすれば、おそらくこれ全開までいったんじゃないかなっていう風なのが見て取れますね。本当に惜しいアタックだったと思うんですけども、まあ、残念ながらね、ああいう形で赤電子機が不発に終わっちゃうと、まあ、ルートが作れずに前回までの伸びませんよというところです。ただ今回のね、ワイトさんの攻めいっぱい見てもらって分かる通り、相手のクイーンを処理するのにもレイジースケルトンを使うだったりとか、あとは、防衛軍処理するのにも、ポイズンプラスパピーだったり、あとは手前で持っていったライドラだったりで、柔軟にね、こういろんなところから、相手のそのラバルの天敵になるようなユニットも倒していく。で、倒していきながら、ルートをしっかり作ることによって、ラバルも回して、全キャンまで持っていくっていう、このね、発想のいろんなものが散りばめられているの分かったと思いますので、ぜひこういうのを参考にしてもらいながら、まだね、スーサイドやったことないよっていう人も、やっているけど、なかなか全キャンまでいかないんですよっていう人も、ぜひね、参考にしながら、全キャンをバシバシと取ってもらえたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というところで本日は失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では失礼いたします。バイバイ。